フリッツ・クリムシュ、フリッツ・クリムシュは、ドイツの彫刻家である、フランクフルト・アム・マインに生まれた。クリムシュ家は、現在のチェコのチェスカー、リーパー生まれの版画家の祖父、フェルディナント・クリムシュがフランクフルトに移ってきて、印刷業、出版業で成功した家系で、父親のオイゲン・クリムシュ、オイゲン・ヨハン・エオルク・クリンスック。 1839から1896やおじたちもイラストレーターとして有名であった。兄のカール・クリムシュ、パウル・クリムシュも画家になった。ベルリンの美術アカデミーで彫刻家のフリッツ・シャーパーに学び、1892年から1900年の間はローマの多くの芸術家のアトリエのあったビラストロールフェルにしばしば滞在した。1898年に バルター・ライスティコフやマックス・リーバーマンと共にベルリン分流派の設立メンバーとなった。1912年にプロイセン芸術アカデミーの会員となり、1916年から理事になった。1921年から1935年までベルリンの美術学校で教えた。ベルリン分流派が分裂した後、自由分離派の設立者の一人となった。バイマル共和制の時代には、 ドイツで最も有名な彫刻家の一人になっていて、ナチスが権力を握った後も有力者から注文を受け、ドイツ国民系も、宣伝賞が作成した重要芸術カリストに登録されていた。ヒトラーが創設したゲーテ芸術科学メダルを1940年に受賞した。第二次世界大戦が終わった後、家族とオーストリアのザルツブルクに移ったが、1946年に、 ナチスの協力者として国外追放されミュンヘンからフライブルクに移った。1955年に西ベルリンに再建された芸術アカデミーの会員からも除外された。1960年に90歳になったトキバーデンビュルテンベルク州の首相からドイツ連邦共和国功労勲章が贈られた。その年フライブルクで亡くなった。ありがとうございます。